アーティストコーナーのお客様は若手ミュージシャンとして注目を浴び活躍中のジャズサックス奏者の竹中優子さんです。今日はどうもありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。今ね、こうサックスっていうとね、はい、NHK の朝ドラのね、おかえりモネちゃんっていうモネちゃんがねサックス吹いてる。あ、そうですよね。だから今までこうサックスあまりご存じなかったというかね、うんうんうん、そういう方も結構親しみがね、いいですね。いいタイミングじゃないかなと。はい、本当にいいタイミングです ね思いますけれどもね。本当に今こうアクティブに活躍されていますけれども、最初に活動写真をちょっと見ていただきながら、はい、ちょっとその辺を説明していただきましょうかね。はい、はい、あ、これはこれは、うん、あの平松さん来ていただいた、金山のイベントですね。もう暴風でゴールデンウィーク中だったんですが、5月2日の、金山のイベントで、すごい強風でしたよね。あの時強風と見てるだけでも寒くて、そうですそうです、よく演奏されてるなと思ってたんですけどこの時も寒さで、あの音程が変わってしまう楽器なんですけど、それでこうマウスピースをググッと入れたいんだけど、なかなかもう入らないところまで来てあ、どうしよう。でもあのメンバーの演奏がすごくいいなと思いながら。そんな苦労があるんですねもうそうなんだ。これはこちらはですね、対馬の、ジャズクレヨンという、ライブハウスでして、ゲストにあの東京から緑川さんというアルト奏者の方が、はい、もう素晴らしい演奏者、ね、なんか賑やかにということでね、はい、ライブハウス、はい、こちらは金山のミスターケニーズさんというところで、ベースの沖津さんが、リーダーのあのバンドだったんですけど、これもギターがいて、あの結構ねロックな感じに盛り上がって楽しかったですね。そうなんだ。はい、こちらも、ジャズクレヨンさん対馬のお店ですね、よく行かせていただいて、木のねすごくぬくもりのある、ジャズカフェで、これは昼間に演奏してますね。そうなんだ、はい、やっぱりそのライブハウスさんによっていろんな雰囲気があるから、そうです、演奏する側もすごくその日のこう気分みたいなのが違いますかね。そうです、はい、ね、ライブハウスによって音も中の音の聞こえ方もいろいろ違ってきますしね。これも先ほどの、金山のゴールデンウィークのイベントで強風に煽られながら髪がもうパサッと何があっても演奏しなきゃいけないでも、これすごくこうパワフルに見えていい写真だなと思って、意外とその強風の中での演奏写真はすごくあの気に入ってます。なので今日あの出してもらおうと思ってお見せしたんですが、これは岡崎のサテンドールさんというところで、今年になってからあのアルバムを発表したんですが、そのアルバムの、デュオのユニットで出演しました。そうなんですね、これも。はい、これもそうですね。はい、じゃあ次よ。こちらは今一番力を入れてやっている、あの私のリーダーバンドです。バンド、はい、竹中優子バンド。そうですね、そんな感じです。かっこいい。今年はツアーもたくさん出る予定でして。そうなんですか、はい、楽しみですね。すごく楽しみですね。まあ、いろいろ今ね、こうね、あの活躍されてるんですけど、どういったきっかけでサックスを始められたんですか？サックスを始めたきっかけは、あのまず幼少期にピアノをやってたんですけど、手が小さくてピアノではなかなか、こういうことで、頑張って練習してたんですけど、手が小さいなっていうのが悩みになっていて、でそんな時に小学校、高学年、で、トランペットに出会いまして、それで金管バンドでトランペットを演奏してたんですけど、そこで管楽器の魅力にすごくいいなと思って、私には合ってるかな、こういう楽器がって思って、それでやっていったところ、今度中学校に入ったら、このサックスという楽器が小学校にはなかったんですよね。それで中学校に入ったらサックスがあって、で先輩たち の新入生歓迎の演奏の時に、サックスが映える曲をたまたま先輩たちがやってくださって、それを見て
なんだこの楽器はっていうことでなんかもう魅了されたそうですね、魅了されました、うんうんうん、はい、そこからがもうきっかけだったんですけど、後々にあの自分には本当にこの楽器合ってるなとあの思いました。それはどういったところがやっぱりサックス魅力なんですか？そうですね、あのトランペットも本当は今でもやりたいぐらい大好きなんですが、あの、まあ、バンドの中で割と要になる、楽器だと思うんですけど、サックスの方が少しあのなんていうんですかね、役割としてたくさんのことができるような、面もありますし、金管楽器と木管楽器 の、あのいいところをいろいろ持っていたり、あとサックスっていうのはここ100年ちょっと前にできたばかりの新しい楽器なんですよね。でこうだからこそやれることがいろいろなんていうんですかね、まだまだいっぱいあるんじゃないかというあの魅力もある楽器です。そういうところがなんか惹かれたところですね。なんかすごいいい音しますもん ね、 ねありがとうございます。まあ昨年からこうコロナが、ね、はい、ありまして、いろいろミュージシャン本当に大変だったんですけれども、まあ、その中をかいくぐりながら、はい、それでもいろいろと頑張って見えるという。そうですね、去年は特に、あの今はもう少しあの対策なども慣れてきたんですが、去年の今頃はまだまだ、ね、世の中が整っていなくて、それで確かちょうど今ぐらいの時期ですね、去年の急遽私はレコーディングをしようと思いついてそれであのさっき の、あのピアニストと、デュオで、こういう時期だからできることって考えた時に、あのちょうどうう、ね、オリジナル曲もいろいろやり始めてたところ で、 で、ね、いい風に考えてみれば、そうです ね、 時間が空いたということは、そういう作品を作るということをやればいいのかなというふうにまあ考えまして、それで意を決して、はい、で、ね、先ほど言いました竹中優子バンドでということで、今年はツアーもやりたいということなんですけどね。そうですね、はい、そのちょっと演奏の、ね、動画があるので、ちょっとね、見ていただきましょうか、ぜひ。どんな感じでしょう。はい、オリジナルとか。はい、これは私のオリジナルです。やっぱりね、いくつかこうオリジナルも書かれてってことで。そうですね、このバンドでは特にあのオリジナルをたくさんやらせていただいています。ツアーって具体的にもう決まってるんですか？夏のツアーは一応今、決めて、ちょっとあの点々といろいろ行くんですけど、新潟、石川県、すごい、長野なんかすごいですね、はい、7月はその3つを回りまして、で、8月は神戸、鳥取、滋賀、そして名古屋に戻ってくる予定です。すごい、本当に全国ですね。そうですね、で、まあ、また秋以降に東京とか、あの北海道も行こうかなと思ってたり、九州も行こうかなと思っていたり。まあ、すごいですねでもこう大所帯で結構行くから大変ですよね。そうですね、夏の間はあの、バンド5人で、いろいろなところに行きまして、秋になってからは先ほど の、 あのデュオ、デュオ の、 あのピアニストも私 の、 あのバンドのメンバーなんですが、デュオの編成とバンドの編成でやってるというような感じで、デュオでもあのツアーに回ろうと思ってるんで、2人で回ったり。なんかね、今お聞きしても夢がどんどん膨らんでくるんですけど、はい、こう本当にもっとやりたい夢ってなります？もっとやりたいでもそうですね、ジャズのやっぱり、面白いところは、まあ、バンドをいくつもこう持てる、コンセプトもね、いろいろいろんなスタイルがあったり、あのミュージシャンもいろいろなスタイルの、あの個性があったりするので、いろいろな組み合わせのバンドが持てるっていうのも、あの大きな魅力ですし、あの県外のミュージシャンでも、相性がいい人とか、コンセプトに合う人がいれば、
いろいろ行き来し合いながら、ね、いろんな方とね、そうですね、セッションができる、はい、うん、でやっぱり生演奏を売ってるというと変ですが、うん、生演奏が売りの音楽だったりするので、うんうんうん、やっぱりツアーを回ってできるだけ生演奏をたくさんするミュージシャンとしてやっていきたいなと思ってます。まあ、今日せっかくですので、はい、ちょっと持ってきていただきましたので、生お願いできますか。はい、わかりました。ちょっと一人だと、少しシュールな雰囲気もありますけど、すみません、はい、ぜひぜひ生聴けるの嬉しいなと。ちょっと、普段は一人ではなかなかやらないんですが、はい、ちょっとやってみたいと思います。お願いします。曲目は、はい、ジャズの、とてもレジェンドのジョン・コルトレーンの作品から、ミスター PC というナンバーを、はい、メロディーとアドリブ部分を、はい、少しずつ、はい、お願いします。見てましたけど、こういうのがということで、ありがとうございました。生全然違いますね。そうですね、まあ、いつもライブとかね聞かせていただくけども、皆さんとたくさんと演奏されるじゃないですか。そうです、本当に身近で一人でみたいな感じで、はい、一人でですね、もう本当に贅沢な時間をいただきました。ありがとうございました。今日は本当にお忙しいところ、ありがとうございました。ますますのね、ご活躍をお祈りしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。